横浜市立中川西中学校は神奈川県横浜市鈴木区中川にある公立中学校である枝南中学校から分離独立した中川西中学校は江北ニュータウン中川地区開発にあたり当地に開校を求める住民の希望を受け1990年に開校した最近は生徒数が減少傾向にある2016年に 保護者や地域住民等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置しコミュニティスクールとなった。2015年4月に校長として着任した平川理恵は全人校の横浜市立市川中学校で日本初の民間人公立中学校長となった。ヒューガワは,は学習指導要領と教科書の存在、見学の理念の不在、教師の多忙の三つを 高教育一般における教育の多様性阻害の要因と指摘している。中川西中学校は2016年4月に裏門の出入り口からすぐそばにある旧英語少人数教室を改装した特別支援教室を開設した。特別支援教室は不登校や発達障害の生徒の支援を目的としており、通常の教室への登校が困難な生徒を受け入れている。 特別支援教室に教諭を配置する際にも、学校全体の定員像は認められず、他の教諭が担当する授業数を増やして、担当教諭を年出した。この取り組みにより、不登校生徒は2016年3月末の約30名から2017年1月に7名まで減少した。いじめ防止基本方針を制定し、生徒がいじめを行わず、これを放置せず、 いじめの問題に関する理解を含めることを胸として、防止等のための対策を行っている。学校カウンセラーが週に1回来校するほか、校長室前に、ディア校長校長ポストを設置し生徒の声を集めている。またこのほかにも、学年別行事として以下のものがある。2005年度の学区撤廃以前は、横浜北部学区に属していた。 新学生公立高等学校としては、旧学区に立地する高校及び、横浜市営地下鉄ブルーライン沿線の各校が想定される。旧横浜北部学区、横浜市営地下鉄ブルーライン沿線ハットいた後、町の声、大人数だからこそできる体験を子どもたちに、ハット a b 中川西中学校サイト、学校紹介2019年4月1日現在、880人。 教員免許を持たず、教職に、経験のないもの。ABCDE 国際大学グローバル、コミュニケーションセンター、機関士、里市場、120特集号子どもの未来と、情報社会の教育、研究会レポート教育の未来を開く多様な、学びの創造へ、中川西中学校サイト、遠隔、横浜市サイト、横浜市教育委員会、小中学校教育、 学校運営協議会学校運営協議会設置校一覧 a b c d e 産経ニュース2017年1月17日横浜の私立中不登校児を学校で受け入れる特別支援教室で校歌中川西中学校サイト横浜私立中川西中学校いじめ防止基本方針中川西中学校サイト教育相談ありがとうございます